金シャチ競馬第7競走の出走馬並びに騎手の紹介を申し上げます。1番サンエーグレース417プラス2キロ横井雅人54キロ、2番名勝取り、安城第7競走 C 級19組 1500m 出走馬11頭です。単勝1番人気11番のローマンシアター 1.9 倍です。そのローマンシアターが最後に収まります。スタートしました。先頭争い、さあまず真ん中5番バスケランとして、さあ先頭に立ちました。2番手グループでありますが、10番ファミーラ、そして内からは2番名勝を取りで、外から11番ローマンシアターも3番手で押し上げて、9番ローサンゴリア、その後ろ3番6番バーゲンボレロ、1コーナーのカーブ、インコースに4番のセブンリー、最内は1番のサンエーグレース、あとは8番当選エリザベス、線を通過、あとは2頭並んで7番フィンランドシス、外に3番のスマートローラーであります。向こう上面に入っていきます。先手を取った5番のバスキランと逃げてリードは1馬身、10番ファミーラが2番手、3番手11番ローマンシアター、4番手内に2番の名勝取りで、先端4頭の後ろは2馬身ほど空いて、4番セブンリーチが外から、内は9番ノーサンブリアイカ、さあ前は5番バスキランと、そして差を詰めてくるのは10番ファミーラ、あるいは11番ローマンシアターが一気に2番手前に並びかけて勢いであります。あとは4番セブンディーチが外から上がってまいります。さあ先頭は5番のバスキランと直線に向いてまいります。外から11番ローマンシアター、さらには4番のセブンディーチが追い込んでまいりました。さあ食い下がるのはバスキランと、そしてローマンシアターが、Thank you.
ないけど、あれ、近くにリンゴあったっけ。これこれ水曜は来ない。2000ぐらい2000ぐらい一緒だろ。Thank you.